こんにちは、サラです。月90円のメンバーシップもよろしくお願いいたします。今回はですね、もうすでに暑くない？皆さん日焼け止め塗ってますか？私は塗ってますと言いたいところだが、まあ塗るようにしてるけど、なんやかんや忘れたり、急いでて忘れたり、存在を忘れてたりする時もあります。皆さんもそうだと思うんですけど、そもそもなぜ日焼け止めを塗った方がいいのかっていうお話からしていきます。なんとシミ、シワ、たるみなどの原因の約8割が紫外線と言われております。日焼け止めってSPF50 とかPA4+ とかあるじゃないですか。あれを簡単に説明しますと、 SPF が肌が赤くなる日焼けの原因の紫外線 B 波を防ぐ指標、 PA がシミやシワの発生に大きく関わる紫外線 A 波を防ぐ指標になってます。こんな感じで急に暑くなってくると日焼け止め買わなきゃって思うじゃん。ドラッグストア行くと大量の日焼け止めがもう待ってましたとやんばかりに並んでて、めちゃくちゃ迷いますよね。日焼け止めはとにかく継続が大事なので、まあ朝時間なかったりとか忘れたりしちゃうとやっぱ続かないので、今回はズボラさんにおすすめの日焼け止めを紹介していきたいと思います。今回日焼け止めを選んだ基準は、ポンプタイプまたはワンタッチキャップ、ドラッグストアネットで買える SPF50 以上、こちらで選びました。ではまずポンプタイプから紹介していきます。はい、こんな感じ。ポンプタイプはなんといっても家族で使いやすい。まずこちら、ベルディオ UV モイスチャージェル N、 メーカーが大海兄弟社、メンタームとか作ってる会社です。 SPF50+ PA4+ UV 耐水性が星1、伸びの良さ丸5、めっちゃ伸びいいです。トーンアップはなし、香りもなし。特徴なんですけど、敏感肌の方とかお子様にも使える優しい日焼け止めです。なのに SPF50+ PA4+ ってすごい。あとツボクサエキスも配合されてます。次がこちら、無印良品日焼け止めジェル SPF50+です。これ買ってから気づいたんですけど、製造販売元はさっきと同じ大見兄弟社です。SPF50+ PA4+ UV 耐水性星1、使ってみた感じさっきのベルディオとかなり近い感じがあります。これも伸びの良さが丸5、トーンアップなし、香りなしだけど、ベルディオの方は鉱物油、パラベン、エタノールフリーなんだけど、多分無印の方はエタノールとか入ってるので、まあ、そういうの気になる方はベルディオの方がいいんじゃないかなと思います。はい、次がこちら、スキンアクアスーパーモイスチャー UV ジェル。今回の動画では皆さん買うときこのパッケージを目安に買うと思いましたので、パッケージも一緒に紹介しております。単品で見た時は分かりやすいんだけど、各社並んだ時に混乱するんだよね。こちらメーカーがロート製薬、 SPF50+ PA4+ UV 耐水性星2、こちらも伸びがいいです。丸5、トーンアップなし、香りなし。特徴なんですけど、厳選された3種のヒアルロン酸配合、アレルギーテスト済みです。ベタつかずに保湿力があるので、夏でも乾燥が気になるっていう乾燥肌の方いいと思います。はい、次がこちら、ビオレ UV アクアリッチウォータリーエッセンスフレッシュパウチ、メーカーが花王、 SPF50+ PA4+ UV 耐水性が星2。これかなり変わった形ですよね。最後まで外気に触れず清潔に使える容器になってます。使い方はこちらのキャップを開けて、ここのサイドのボタンを押すと日焼け止めがスルッと出てきます。これも昔から大人気の商品なので、使ったことある方も多いと思います。伸びの良さ丸5、トーンアップなしで、香りがほんのりします丸1、でもかなり
弱い香り。さらにですね、こちら S 字フックを用意すると好きなところにかけれちゃう。これ便利。玄関のドアにマグネットとかでこう貼り付けといたら出る間際に濡れちゃいます。特徴がノンコメドジェニックテスト済み、アレルギーテスト済みです。はい、次がこちら、ニベア UV ウォータリージェル SPF50 ポンプ。こちらメーカーがニベア花王です。 SPF50PA3+ UV 耐水性表示はなし。公式ホームページを見たところ、ウォータープルーフではないと表記がありました。伸びの良さ丸5、トーンアップなし、香りなし。ポンプタイプの中だとこちらだけ PA4+ じゃなくて 3+ になってます。特徴はアレルギーテスト済みです。はい、そして次こちら、私が集めまくったワンタッチキャップタイプを紹介していきます。このワンタッチキャップたちはとにかく出先で使いやすいですね。今までのこうくるくる回すやつだとキャップを持ちながら、そしてこのボトルも持ちながら塗るみたいな、キャップをこうカバンの中に入れて塗り終わった後にカバンの中でキャップ紛失みたいなのとか、あと床にコロコロコロって転がっちゃったりとかあるんですけど、ワンタッチだったらもう何の心配もいらない。はい、まずこちら、ビオレ UV アクアリッチウォータリーエッセンス。これは Amazon 限定サイズですね。メーカーが花王。通常サイズは 70g で900円前後でした。SPF50 プラス、PA4 プラス、UV 耐水性星2。中身はさっき紹介したこちらのパウチと一緒です。伸びの良さ丸5、トーンアップなし、香りの強さ丸1、ノンコメドジェニックテスト済み、アレルギーテスト済み。はい。で次がこちら、ビオレ UV アクアリッチライトアップエッセンス。メーカー花王。 SPF50 プラス、 PA4 プラス、 UV 耐水性星1。伸びの良さ丸4、トーンアップ丸3、香りの強さが丸3。ほんのり清潔感のある香りがします。特徴がノンコメドジェニックテスト済み、アレルギーテスト済み。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方なんですけど、ほんのり肌を明るく見せてくれます。次がこちら、ビオレ UV アスリズムスキンプロテクトエッセンス。メーカー花王。ちょっと金額が他のと比較して高めです。 SPF50 プラス、 PA4 プラス、 UV 耐水性星2。強そうな見た目してますよね。強そうな見た目なんだけど、こちらもかなり伸びはいいです。丸5、トーンアップはなし、香りの強さは丸2。特徴がノンコメドジェニックテスト済み、アレルギーテスト済み。サラサラパウダーと撥水パウダー配合で汗水を弾く。はい、次がこちら、ビオレ UV アクアリッチウォータリーホールドクリーム。メーカー花王。花王強すぎる。こちらがマツキヨここから限定になってます。SPF50 PA3+、 UV 耐水性表示はなし。これが今年発売された新作です。なんと紫外線吸収剤フリーのノンケミカルなのに SPF50 PA3+ っていう。こちらはなんかさっきのアスリズムと比較して優しい感じのパッケージですね。吸収剤フリーなのに伸びがいい。伸びの良さは丸4かな。トーンアップは丸3、香りの強さが丸2。ほんのりなんかいい匂い。こっちが塗った方なんだけど、トーンアップ UV って歌ってるわけじゃないんだけど、結構トーンアップします。特徴がアルコールフリー、紫外線吸収剤フリー、かっこシリーズ初、ノンコメドジェニックテスト済み、アルコールテスト済み、パラベンフリーです。成分的にはすごくいいんだけど、今ちょっと水を吹きかけてみたんだけど、かなり汗水には弱いです。なので塗り直ししっかりしないと日焼けしちゃうかもしれない。次がこちら、サンカットパーフェクト UV ジェル N。 このシリーズがリニューアルしてパッケージとか変わったみたいなので、買うとき注意した方がいいかも。メーカーがコーセーコスメポート。 SPF50 プラス、 PA4 プラス、UV 耐水性が星2。伸びの良さが丸4。伸びはいいんだけど、ちょっともっちりした塗り心地。トーンアップなし、香りなし、
特徴が結構いっぱいあって、ノンコメドジェニックテスト済み、アレルギーテスト済み、汗、皮脂、吸着パウダー配合、肌の上に残った油がストレッチ性のあるゲル膜に変化し、覆うように2つ目の頑固な膜が形成されることで強い耐久力が実現、汗水こすれに強い、海水で膜が強くなる成分を配合することで日焼け止めが海に流れ出にくく環境に配慮した処方ですさっき塗った時はこうもっちりペタペタするなって感じがあったんですけど、ちょっと時間を置くと表面がサラッとしました。はい、次がこちら、サンカットパーフェクト UV エッセンス N、さっきの日焼け止めと同じシリーズですね。 SPF50 プラス PA4 プラス UV 耐水性表示星2、伸びの良さが丸5、トーンアップがなし、香りなし、特徴も価格もさっきの商品と一緒です。塗り心地はこのジェルよりもこのエッセンスの方が軽い感じがあります。これも時間を置くと表面がサラッとする感じ。はい、次こちら、サンカットトーンアップ UV エッセンス、パッケージちょっと紛失したんですけども、パッケージ画像こんな感じです。メーカーがコーセーコスメポート、カラバリがありまして、レモンイエロー、ラベンダー、ミントグリーン、ローズピンクの4色、 SPF50 プラス PA4 プラス、 UV 耐水性が星1、こちらが今年の新作です。伸びの良さが丸4、トーンアップ丸4、香りの強さも丸4、それぞれ違う香りがついてます。ちょっと華やかなお花っぽい香りがします。他のカラーも伸ばしていきます。伸びがいいので色の差はそんなにないかな。はい、それぞれ伸ばすとこんな感じです。あんまり差はないけどトーンアップはする。こっちが塗ってない方、こっちが塗った方。特徴が色と光の効果で素肌をきれいに見せる、汗皮脂に強いサラサラキープパウダー配合、アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み。はい、次がこちら、サンカットライトアップ UV エッセンス N ノーカラーです。メーカーコーセーコスメポート、さっき紹介したこちらのシリーズですね。こっちはノーカラータイプで2種のパールが配合されてます。 SPF50 プラス PA4 プラス UV 耐水性星1、伸びの良さ丸4、トーンアップ丸4、香りの強さ丸4、こっちが塗ってない方でこっちが塗った方、ツヤがねすごく綺麗に見えます。特徴はさっきのカラータイプと全く一緒です。はい、いかがでしたでしょうか。最終的にまとめますと、まずポンプタイプ、ズボラな人、忘れっぽい人、こちらフレッシュパウチがおすすめ。 S 字フックを買って吊り下げちゃってください。子供から大人までみんなで塗りまくりたいという方にはこちらベルディオがおすすめ。次ワンタッチキャップタイプ、アクアリッチウォータリーエッセンス、家でも外でもガンガン塗り直したいという方向け。次アスリズムプロテクトエッセンス、これはあんまり外で頻繁に塗り直しできないという方とか、長時間外にいるよとか心配性な方におすすめです。次サンカットパーフェクト UV エッセンス N、これはもう全般的にバランスがいいので迷ったらこれ使っていくのもありかなと思います。日焼け止めのベタつきが嫌という方にもおすすめです。はい、次こちらサンカットライトアップ UV エッセンス N ノーカラータイプ、ツヤが綺麗に出るので写真映えしたい方におすすめです。明るいファンで塗って首との色の差をなくしたいという時にも使えます。ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ気になるものがあったらチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。